まりましたかんこチャンネル、イエーイ。さあ早速ですが、今日はなんとメッセージが届いています。ありがとうございます。アイボンこんにちは。こんにちは。2021年になりましたね。今年の抱負を聞かせてください。抱負ですか。去年は、いろんなことがあって、こう活動をしようとしてた時に、できなかったりとか、いろんな悔しい思いとかもしたので、2021年はできる限り新しいことをスタートしたいと思っていたので、この YouTube もそうなんですけど、昨年のね9月までは私運気悪いって言われてて、厄年ということもあって、そしたらですよ、去年の10月からドドドンと YouTube を撮り始めたりとか、なんだかんだりして、スタートしていたわけですよ。なので2021年はこの何年かをね、皆さんにお届けできなかったもの、思いとかを伝えられる、そんな1年になったらいいなと思うので、よろしくお願いします。個人的な抱負は天真爛漫です。これはね、ずっと毎年そうなんですけど、ずっと天真爛漫でいたいなっていう気持ちが毎年あるので、今年も天真爛漫にかごらしくやっていきたいと思うので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そして皆さんにとっても今年素敵な一年になりますように、一緒に楽しみましょう。というわけで、今日かごが歌う曲はこちら、じゃん、キングヌーさんの白日です。これはもう皆さんが知っている曲なんじゃないですか。カゴもすごい普段聴いていて、でずっと白日って読んでなくて白目って読んでたんですけどもよく見ると白日なのね。なことは置いといて、とにかくキングヌーさんの曲はどれもおしゃれでかっこよくて聴くんですけど、この白日はぜひ歌ってみたいなと思いました。でカゴが歌ったらこういう風になります。ぜひ聴いてください。カゴで白日。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ、昔のようSayonara
はい、というわけでカゴが歌ったのはキングヌーさんの白日でした。この曲はテクニックがすごくたくさん含まれている曲で、ファルセットがまあ多くて、リズムもすごい、まあ、ちょっと難しいリズムだったりするんですけど、カゴがデビューしたっての話をすると、渋谷の道玄坂っていうところがあるんですけど、道玄坂にメトロノームをね使ったリズムレッスンをした日があったんですよ。結構週2ぐらいで行ってたのかな。常にメトロノームのカチ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 とともに、カチ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 1 and 2 and 1 and 2 and 2 and 2 and 3 and 4 and 4 and なんだ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 ってやるやつのをただ歩くっていうだけなんだけど、こうやって歩くんじゃなくて、ずっとうんあ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 んっていう裏のリズムを取りながら歩かないといけないっていうのを、まあ、12歳ぐらいですかね、わけもわからなくやってましたね。あとはテクニックで言うと、私はつんくさんに教わって歌い方とかも多分通常と違う歌い方を結構しているんですけど、まあ、モーニング娘。の曲だったらわかりやすいのが、ここにいるぜっていう曲はサビが一度きりの人生っていうやつなんだけど、リズムをつけていくと一度きりの人生って変わるんですよ。わかります？一度きりの人生じゃなくて、一度きりの人生っていう、こういうのを、まあ、細かくつんくさんから教えていただいて、まあ、いろんなテクニックを持てるようになって、16歳ぐらいの時かな、やっと何年 ?4 年経過してやっとはぁって分かるようになってましたね。不思議と、まあそういうテクニックはやっぱり歌手の人はみんな持ってるんじゃないかなと思います。という感じで、カゴが歌った白日はですね、結構男性ボーカルにしてはすごい高いキーの高い曲だったんですけど、気持ちよく歌わせていただきまして、そして今回アングルをね、いつもそうこうやって正面から撮ってるんですけど、今回は中に入ってもらってカメラが動くという感じで、こうみんなでこうセッションしてる感じがすごい楽しくて、ドラムもそうだしギターもそうだし、特にねピアノなんて亀ちょさんめっちゃかっこよかったんで、もうずっと聴きながら胸がこうグンとグンとくる感じで、すごい気持ちよかったです。もしよかったらもう一回巻き戻してみてください。というわけでカゴが歌った白日でした。これからもですね、カゴ愛にこんな曲を歌ってほしいというリクエストがあればどんどん待っているので教えてください。そしてメッセージはメールにて、カゴチャンネルのチャンネル登録もよろしくね。以上、カゴチャンネルでした。またねー。